2010年バンクーバーオリンピックのアルペンスキー競技は2月13日から27日まで男女10種目が行われた。いずれも男女共通競技時間は太平洋標準時。日本とバンクーバーとの時差は17時間である。男子格好は大会2日目から女子複合は大会3日目からいずれも気温上昇と悪天候による 斜面コンディション悪化のため延期された。コース不良で男子格好が延期気,気温上ショートコーで引く47ニュース2010年2月13日、女子スーパー複合は18日実施斜面コンディション、悪化47ニュース2010年2月14日、今大会ではイランからの初となる東京オリンピックの女子代表選手となったマルジャン、カルホールが女子大回転と女子回転に出場した。 イスラム教師や派を国境とするイランでは保守派の反対が根強かったため、東季オリンピックの女子代表選手の出場を認めていなかったが、今大会に女子選手が初出場するということで世界からも注目を浴びた。カルホルはテヘランに近いキャラ地で生まれ、家族全員がスキーに親しみ、自身も4歳で初めてスキーを経験したという。 なおカルホルはイスラム教の教えにのっとり、髪や体を覆うことを義務付けられ、ヘジャブの上からヘルメットをかぶり競技に参加。開会式では騎士を務め、競技では大回転60位、回転55位で共に、トップから30秒以上の大座をつけられたが、見事完走した。なお、小さな部屋で行われたインタビューには、終始5人の男性が同席、インタビュー開始前には、 男性の一人が首のスカーフをきっちり巻くよう指示を出したほか、インタビュー中もカルホルさんが質問に答える前に割り込む場面が少なくとも二度あった。ありがとうございます。